どうも、良い風景です。ホローナイトのチェキアプレイです。まあちょっとお金貯めてきたんで、1122ありますよね。まあとりあえず仮面の破片、これ気になってるんで買っておきましょう。値段上がりましたね。あと2つぐらいありそうだな。パッてますちよ。うん、とりあえずあとはないのかな。どっかに落ちてるんだろうね、きっとね。あとはこれか。これでまたお金貯めやすくなるってことですね。あと300ありますけど、どうするか。まあ一応これ買っときますか。無敵時間増えるか。うん、じゃあセットアップしようか。まずこれか。これを入れておきたい。こうにして、これなんだっけ。地図を開いた時に現在の所有者、あーそっか、コンパス欲しいよな。そしたら剣豪の殻はダメだ、入らないのか。なるほどね。まあボス戦でもし厳しいようだったら使うみたいな感じしようか。さあマップを確認しようか。とりあえずま、現状、ま、とりあえずアイテム買わなくてもね、前回のマップの探索してないところがあるので、まあそこを見ようかな。その後霧の渓谷かに行こうかなと思いますね。はい、前回探索しなかった湖に来た。ここなんかどん詰まりになってますよね。あ、敵がいますね。いや違うのか。あ、いや敵だった。まあ いや、こいつ倒し方研究してきました。こんな風にして微妙な距離感が大事ですね。あら、お金、あーもったいない。あ、でもこんな風にしてお金吸い取れるんだ。なるほど、なんだNPC かと思ったじゃん人がいますね。あ、休むあるわ。休ませてもらおう。おお、そなたか。あ、そういえば上の方にいたな。互いに道からずいぶん離れたところまで来たものだな。あのような埃にまみれた道がこのように豊かな緑に包まれた場所につながっているとは全く信じられぬ。ここは何らかの社だったようだが、崇拝の対象もすでに忘れされて久しいようだ。しばし休息する場所としては悪くない。なんとなくね、刃を交えな気がしないでもないですよね、こいつとね。というわけで、特に何もないのかな、ここはね。さあ、この辺りですけど、この右の方。さあ、こっちですね。どこへ繋がってるかね。なんか前のエリアに本当に戻りそうですね。まあいいか、この辺りの探索を今回はやっておきますか。下なんかトゲがあるか。あ、トゲですね。お金の、おーっとお金の取りこぼしがなくなるの嬉しいな。ほんと。マップ、うん。やっぱここ持ってないんだ。あ、ここ新しいエリアなのかな。霧ヶ谷でしたっけ。霧の渓谷か。あそこの探索やりたいんだけどな、本当はな。あ、お金か。まあこれ重要なんだよね。稼ぎ向けのアイテムですかね、これね。ちょっと待って、これだ。あ、お金か。え、それだけ。ああ、いや違う違う違う。うわ、ちょっと待って待って。なるほど、ちょっと1体ずつ確実にっていくことか。2体いるのはきついな。さすがにこう1体ずつにしないと。さあ撃ってこい。ソウルがないと。あ、そう、ソウル溜まりやすくなるっていうのあったよな。でも今つけてないから、こうなんだろうね、戦術次第で切り替えられないのが厳しいところだな。
しぶとかった。あ、ここは崩れるのか。ショートカットか。地道にやりました。ソウル貯めて回復しながら。あ、何かがある。バルダーのから。バルダーってさっきの敵のことバルダーっていうらしい。あ、こうなってたか。マップで言うとこの下。あっと、敵がいた。うん、これ開いたな。開通しましたね。あ、まだいるか。だけどもこの左がいけないんだよな。この左側ですね、いけなくなってるんですよね。まあ一応今回はそこだけ収録しておこうか。こっちですね。この先はいけないんだよな。飛んでみるか。うん、やっぱこうトゲをなんとかするとか、あとは飛ぶとかね、そういうアクションがないといけないですね。この左行ってみたいね。マップだと、うん、霧の渓谷の道の端って言えばいいの、何て言えばいいの、寄り道的な。何があるんだろう。 おちょっと待って待って待って、なんだこれ。え、これは、お、すごいのいた。こいつのコブみたいなやつは結構倒したけど、くぐり抜けなきゃダメか。いやー、でもこれ難しいぞ。これだ。街で戦おう。いや、でもよし、回復する、回避する。2パターンしかないわけだから、見てればわかるはずだ。くそ、着地狙えるぞ。あっと、危ない危ない危ない。ちょっと待て、よしよし。あ、2回当てられる可能性あるか。回復取る。いや、無茶しない方がいい。と言いつつやっちまう。回復取りながらやればいけるじゃん。いけるだろう。よし。うお、すげえ、大量の300近くお金が出た。お、待て待て待て。いや、いるんじゃないのこの辺にあいつら。これか。数の力というのは確かに存在する。だからこいつを構成する生物はもともと大した力を持っていない。見た目に騙されずに切り捨てろ。すげえ強かった。とりあえずこの辺りしっかり探索。あれって、あれ普通の雑魚敵ってことだよな。普通の雑魚敵にこうしてやられたのは初めてじゃないの多分。そうだよね、ボスじゃないのもんな。あれ、音楽変わったから、でも一応こう別格の敵扱いなんですかね。前の部屋まだ探索終わってないようだが、あの植物倒すの大変ですね。よしよし、2回切れば倒せるようだな。ここは特に何もないのか。ちょっと待って、さすがに加速できた。あ、待って、下の方行ったのか。ちょっと待って、これ倒されたくないな。左に穴があるな。まだまだこの辺り広いのか。そこを乗れるな、うん、あ、宝箱があるな。あ、ちょっとちょっとやられそうなんで気をつけないとな。これ左の方まで行ってみるか。こいつと一緒に行けば
よし、上の方、あ、イモムシがいる。とりあえずこれだ。やったねでも84か。まあいいか。あ、でも1000溜まったぞ。これ難易度高いですね。よし、なんとか上がれた。よし、とりあえず助けたな。上の方向落とせるんだな、石を。ショートカットになっているか。これ以上いけないですね、多分ね。ダメだな。さあ、この先が渓谷だ。行きますか。どんな感じなんだろう。とりあえず新しい敵がいるんで買っとくか。あ、でもおもろいな。おーっと、すごいすごい弾打ってきた。まあいいか、右見ようか。あ、地図、早速地図か。それ邪魔だよな。それ弾打ってくるから気をつけないとってやつか。いつ撃ってくんの。撃ってくるタイミングわからんな。おっと、ああ、あ、ちょっと待って、何あれ。これ先行けないってことやな。ダメじゃないようだ。はい、戻ってきた。あいつどうするかって話だよな。でもちょっと倒した方がいいと思うんだよな。多分偶然それで多分道が開けるみたいなことあるんじゃないか。絶対あれ利用するのはありそうですよね。とりあえずこの辺なんかあるな。右スタグの道ですかね。一応確認しようか。あ、いや、女王の駅って書いてある。全然違う。あら。驚きだな。方針の中降りた先で巨大なスタグの駅を発見するとは。こんな奥地にこのようなものを建造するとは、ハローネストの虫たちも大したものだ。危険な獣たちもまだここは救っていないようだ。一休みする良い場所だな。なるほどね。これでも多分動くんだよな。あー、なんかある。鍵があれば多分動くんじゃないか。あの売ってるやつさ、あれでも900とかだったよな。買えることは買えるか。なるほどなるほど。そっちの方向行けそうなんだな。まあいいや、多分こっちがスタグの。鍵買っとくか。金があるうちに買っておいた方がいいかもしれないか。お金足りる。ああ、足りるな。さあ来い。はい、ご主人のお帰りだぞ。ティエナ、わらわ。ん？あ、なんか言ってるね。記憶も徐々に戻ってきた。わしの心の中でスタグの道が再び蘇ってきた感じじゃ。この調子でもっと多くの駅を復活させてくれるとありがたい。じゃあ、ただにしてくれ。ほんとそこ。あ、なんか久々に乗る感じだよね。これか。よし、ここだ。あ、ここじゃない、違うのかな。あ、特に何も起きないな。久しぶりに戻ってきた。お、いっぱい来たぞ。あ、しかもなんかアイテムじゃないそれ。106、これは、あ、仮面の一部分だ。あー、助けておいてよかったね。あともう一個でなんか起きるんだな。ここじゃないか。あ、単純な鍵のついた石の扉。使いますか？じゃあ使いましょう。
何があるんですかね。あれ、こうか。素通りしてしまった。ろうそくか。お、なんか人がいた。人？いらっしゃい、小さな侵入者さん。私、ずいぶん長く眠り込んじゃったみたいね。いえいえ、あなたが起こしてくれたから、もう大丈夫。それに私、あなたの力になれるかもしれないわ。私は、じじい、ここに来たってことは、私の力が必要ってことでしょう。私たちは、時々黒いシミのように思いを残したまま歩き続けることがある。ああ、そういえば、影出るよね。でも、こうした思いを残したままでいると、いつしかそれに希望が吸い取られてしまうの。あなたには残したままの思いがあるかしら、ちょっと見させてもらうわ。特に残してきた思いはないよね。幸運な子だこと。そういうことなら私のようなものに用はないはずよ。あー、なるほど。回収してくれんだ。それありがたいな。さあ、鍵買ってきたけど、ね、なんか思ったのと違ったね。まあいいか。まあ、いざという時に使うかもしれないですし。だこの、あたりは、とりあえず探索できない。あ、でもそこに何かあるわ。こっちだ。ああ、ダメだ。トゲがあっていけない。このトゲ、あの地形越えられる方法が何か絶対あるはずだ。こちら道があるか。あ、何かいるぞ。でっかい。あら、食べ物を求めてここに来たの。私の頭の上には小さくて変わったキノコが生えているの。どうやらこの駅の中にしか生えてないみたいで、ものすごく美味しいのよ。それだけかな。この場所はかつて立派な中継地点だったんでしょうね。霧に包まれた土地と菌類の育つ土地に挟まれて。でもどっちの土地もなんとか危険そうだから私はここにいることにしたの。少なくともこのキノコがあるうちはね。ここに住んでるってことはな、きっとな。よし、では探索に戻ろうか。こっちは、あ、行けそうか。やった、行けるじゃん。何かあるのかな。ちゃんと見ておくものだ。あ、見たことない敵がいるな。奉仕の森というところに来た。とりあえずいいのかな。新しいとこ来ちゃった感じですけど、まあとりあえず新しいとこ見つけたわけだけど、ね、前のエリアちゃんとどうなってるかしっかり見よう。昼の渓谷、左、こっち行ってないよね、多分。なんかあるんじゃないのかっていう。あ、なんだこれ。いや、こんにちは。誰も来ないから、もうここを閉めてしまうかと思ってたのよ。ちなみに私はここで銀行を置いて飲んでいるの。自由を失うのは辛いでしょう。それも自分で持っていたものならなおさらのこと。私の金庫に入れとけば安全よ。私は銀行員として暮らして、この方、一個の地をだって失ったことはないわ。口座ね。じゃあ作りますか。賢い子ね。今度恐ろしい怪物にやられてしまった時は自分の銃を私の戸棚、家、金庫に預けておいたことに感謝するはずよ。最高額ってあるね。預けておくべきなのかな。あれ、上の方でさ、引き出せるのかな。とりあえず使うのは多分ね、街でしか使わないから、視点が上の方でダートマウスで開いてくれればいいね。この横穴はなんかあるかな。とりあえず危ないですね、これ。ちょっと待った。なんとかここまで来た。右下何か足場ありそうだな。どうする？そこまで行くべき。とりあえずこの上か。なんか一息つきたいぞ。あ、これは。あ、何かある。ハローネストの紋章。あ、なんかいいもんじゃないの、多分。効果確認したいですね。
誰どうなってるんだろうな。あ、足場あるな。行ってみるか。あ、道が続いているのか。それは新しいやつかな。新しいやつだな、これ。これまでの敵よりも硬いですもんね。上の方に縦穴あるな。なんか縦方向へのジャンプが強化されるみたいな、なんかあるのかもしれないですよね。とりあえず今回このエリア全部探索したいんで、あ、そこ右はダメだ。あ、またこれか。ちょっと待って。探索またできないってことですよね。探索全部できないんだね。これ見たところね。新しい、ところがあるので、次回そこやりますか。じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。